こんにちは。速稼塾の久保です。まあ、FX の相場解説になりますけども、今日はね、8月19日、ちなみに時間は4時43分です。まあ、FX ってのは、基本的には、まあ、理論と理屈、基本的な言葉と概念を覚えておけば、まあ、それでね、勝率は 5.5 から、まあ、だいたい 5.5 対 4.5 とかね、まあ、4対6の方に行くことができますんで、勝つことはできる。いわゆる、負けずに済むような形は取ることができるんですよ。しかしですね、やっぱりね、私たちは、勝ちたいですよね。勝ち越したいですよね。そして、資金が少ないところからやってますんで、4対6ではとてもじゃないけども、自分の生活費を稼ぐのはいつのことになるんだろうかと思っちゃいます。まあ、例えば私はロット1から3、多い時には5でいつもやってるんですけども、ロット1っていうと、だいたい1回のエントリーで1万円を勝つことが目標になってくるんですよね。で、最終着手が5000円だったり、たまにイレギュラーでね、10万円とかってこともあるんですけども、基本的には1エントリー1万円を目安に勝負してます。でもそれは私の資金量が100万円投入して FX をやってるっていうところもありますし、1ロットってのはなかなかね、きついと思いますよ。大抵の方は 0.1 とかじゃないですかね。0.01 から抜け出せない方もいると思うんですけども、やっぱりね、最初は 0.01 です。そこからなんとか、少なくとも 0.1 とか、0.2 の方までいかないと、副収入っていうところにはならないんで、FX への情熱が冷めていくんではないかなと思うんですよ。じゃあ、基本的なことがクリアできたら、次はどういうふうなことをしなければならないのか、どういう時に基本、いわゆるセオリーが通用しないのかっていうところを見極めていかなくてはなりません。徐々にオリジナリティの投資になってくるわけですよね。まあ、ですので、基本はみんな同じことをマスターするんですけども、そこから自分なりの方法が芽生えてくるようになります。それが、4対6であったり、7対3を作り出すのかなと思いますけども、私の場合はリスクリワード 1.3。この辺からもうすでにオリジナリティが出てきてるわけなんですよ。そしてもう一つ繰り返し申し上げますけども、勝率は 4.6 でいいというところですよね。資金量がそこそこあったら、4対6の勝率でリスクリワード 1.3 ができるわけなんですよ。そこで月収100万が目指していけるのかなというところでございます。もちろん私、FX で月収100万っていうのは、今まで5年間やってきて数回しかないんですよ。ですので基本的には今ね、100万円を使って毎月20万から30万円をどのように作るかっていう風な勝負になってきてます。その中で年間で1回ないし2回100万円を超える売り上げが作れる月があれば、年間で私の目標としている年間所得1000万円が FX のみで構築できるというね、そこに行くわけなんですけども、まあ今のところね、5年間 FX やってきて1000万超えたことっていうのが1回しかないんですよ。それは昨年です。ですんで、少しずつなんですよね。1年間で100万円か200万円所得を上げるのが、まあやっとですよね。で、2年目っていうのは400万円ぐらいだったんですけども、そっから3年経って、やっとね、1000万超えて、今年は1000万超えないような気がするんですけども、うん、まあまあ、でも最終着地700万円ぐらいの利益が取れればね、課税を半分と考えても350万残るんで、まあなんとか、格好はつくかなってところに来ております。前置き長くなりましたけども、今日はね、昨日までのセオリーとか予測っていうのを一部裏切る形になりますんで、その辺も合わせてご覧ください。新しい、これからのフォーメーションを作っていきます。それでは画面を切り替えて見ていきましょう。どうぞ。まずデイリーなんですが、まず一番最初にね、私が考え方を変えないといけないと思うのは、こういう風に来て広がりながらのっていうところですよね。私はここでね、ちょっとね、改めて、広がりながらを、もう終わりにしようかと思います。これからですね、レンジです。完全なる。普通のレンジになると思ってます。こうですね。まあ、ですんで、今、陽線が上にビューンと上がりましたよね。これ今ちょうど、このレンジの真ん中辺にあるんですよ。だから、ここからのエントリーはあんまり賢くないんで、下に伸びたら、この辺りで反転を狙う。上に伸びたら、この辺りでハンデを狙うっていう風な、普通のレンジ戦略に変えていこうかと思います。はい。通用しなくなったと思ったらすぐにね、戦術を切り替えていくわけなんですよね。そしてね、トレンド転換をちょっともう一回説明しましょうか。トレンド転換をして、こっから始まったのが、転換して、上に行くと。で、ここでもトレンドを転換して、それに早く気づけたんで、下に行ったのが、ここの揉み合いの後、さらに下に行く、110円の335っていうブレイクポイントが引けたわけですよね。
その後上に上がってこの辺りの揉み合いでさらに下に行くようでしたら、さっきの広がりながらのこういうフォーメーションですよね、日足のこういうフォーメーションは維持できたと思いますけども、そうはならなかったんで上の方に行っちゃったんで、今日冒頭で申し上げたようなことになるわけですよね。これはどのようになるかというと、おそらくね、収束に向かうというふうに私は考えますね。こういうふうに、ここでしょ。だからこれの伸びたのが上の方に行っても、ここを越えずに、例えばこの辺りで、この辺りで、あれ、この辺りでね、下の方に向かうってことを繰り返して、だんだん収束していくんではなかろうかというふうに思ってるんですよ。4時間ね。で、方針だから変わったでしょ。揉み合いがあって、トレンド転換とかもう見えませんけど、揉み合いがあって下に行って、それが今上昇しているところなんですけども、まあ、ここまで達することはないですね。その直前で下の方に向かうと思います。そして、下はどこまで行くかというと、ここに達することはないと考えています。そこに行くまでに内側に入ると思います。こういうふうに方針転換を今日は測りました。収束に向かってまたブレイクってところが来ると思うんですよ。それまではちょっと剣ですね、剣学ですね。しっかりと利益も取れましたんで、余裕を持ってこのね、木金土と見ていく。そして最終週につなげていこうかと思っております。そんなことですかね。だから今日19日でしょ ?19、20日と、まあ見る2日間にしようかなと思いますんで、23日以降はまたね、どこでブレイクして上か下に跳ねるのかっていうふうな構想を見ています。もちろんこれね、今日と明日の相場を見ながら、この判断変わるかもしれませんのでね。その時その時ベストの選択をしていくってこと、その積み重ねが私の投資スタイルを作っているのかなってところですね。はい、じゃあ今日はね、ちょっとこう講義みたいになっちゃいましたけども、また参考にしていただければ幸いでございます。いってらっしゃい。